山田町中心部周辺の空中写真。山田湾内に浮かぶ島は、オランダ島、海面に見える、無数の白い斑点は養殖用いき方である。1977年撮影の5枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。山田町は、 岩手県沿岸中部の三陸地方に位置する太平洋に面する町である。中心的産業はリアス式海岸を利用した養殖を中心とする漁業や観光であるが山間部を中心に中小工場が稼働している。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震で中心街を含む海岸部が大きな津波被害を受け復興に取り組んでいる。 山田湾と山田港太平洋に面した町で、リアス式海岸である船越湾の北部と船越半島山田湾で海岸に面している。関口川や折笠川が山田湾に注ぎ、関口川川口のやや南に山田港があり、周辺に鉄道駅や役場、病院などが集中する。町の生誕は高田木森で、西部一帯は、 津軽石川の上流部の流域となっている。2011年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震では地殻変動によって当地域の地盤が東南東へ25センチメートルずれたことが GPS を用いた国土地理院測地観測センターによる分析の結果明らかとなった。沢田地区の遺跡からは 縄文時代前期の集落跡が発見されている。王の沢遺跡の古墳からは、蝦夷の主張の副葬品と思われるわらび手刀と自家刀が出土している。中世になると、安倍氏や欧州藤原氏の勢力下となる。鎌倉時代から室町時代には、国府などへ軍馬を提供するための公的な牧場が置かれ、兵士や福祉士の一族が管理した。南部氏が領内統一し、 森岡藩が成立した後は、大土大官所の管轄となる。江戸時代前期には、オランダ船が漂着する、ブレスケンス号事件が起きる。太平洋戦争中は第2本、帝国海軍航空隊の山田湾基地が置かれ、終戦間際に米軍による攻撃を受けた。終戦後は、米軍基地を経て、航空自衛隊の山田分屯基地が置かれた。 2011年3月11日の東日本大震災により町は打つ波とそれが引き起こした津波火災に包まれ JR 東日本陸中山田駅周辺の17ヘクタールが消失するなど高台の一部を残して町内は壊滅的被害を受けた市街地の大幅な高台移転は自家用自動車を運転しない高齢者の不便や道路の維持費といった問題が懸念されたため 陸中山田駅周辺に災害公営住宅など市街地を集約して地盤を3メートルさ上げした上で高さ10メートルの防潮堤で再度の津波から守る工事を実施した。日本国内日本国外山田湾と山田工業業が中心的産業であるがかつての勢いはなくそのため町の人口も前減傾向にある。山田道路の完成など自動車交通は充実する。 一方で郊外化も進行しており、中心市街地は集客力を失い、衰退傾向が見て取れる。隣の宮古市、大土町のような大型商業施設と呼べるものはないが、主に大沢地区に郊外型の店舗が集積するようになってきており、島村のような全国チェーンの進出も見られる。漁業以外では、製造業の工場が宮古市に隣接する豊真地区に、 いくつか立地する。釜石市寄りの折り笠、船越地区は目立った産業はないが、山と海に囲まれた自然豊かなロケーションを活かし、観光客向けの外食店や道の駅が営業している。経済は体調傾向にあるが、市町村合併の機運は小さい。北隣の宮古市は地理的距離がある上、宮古の経済規模も大きくないことから、依存度は総じて低い。 南隣の宇土町は、釜石市と緊密さを強めており、こちらも山田との関係性は薄い。以上は、東日本大震災被災以前の状況である。水産業、平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、14.99%減の15,826人であり、増減率は、 県下33市町村中31位。岩手県立山田高等学校幼稚園小学校、中学校高等学校道の駅山田高速道路、一般国道自動車専用道路、一般国道県道主要地方道一般県道、山田案内、大島江戸時代、明治生まれ昭和生まれ。ありがとうございます。